地方独立行政法人徳島県鳴門病院は、徳島県鳴門市宮町黒崎にある医療機関、災害拠点病院、地域医療支援病院。かつては健康保険鳴門病院として、全国に51ある全国社会、保健協会連合会が運営する病院の一つであり、公的年金流用問題のため廃止が予定されていたが、2012年に徳島県知事、 飯泉義み門と独立行政法人年金、健康保険福祉施設整理機構との間で契約が結ばれ、2013年に健康保険ナルト看護専門学校とともに13億6925万円で徳島県に売却され、地方独立行政法人となった。災害拠点病院一覧、厚生労働省、2020年12月28日閲覧、 法的医療機関一覧。徳島県保健福祉部医療政策課。2020年12月28日閲覧。徳島新聞2012年3月29日。ABCDEFGHIJKLM。医療機関情報安心徳島。徳島県。2020年12月28日閲覧。 救急国事医療機関一覧。徳島県医療政策課広域医療室、広域医療担当。2020年12月28日閲覧。HIV、エイズ対策。徳島県保健福祉部健康づくり課感染症、疾病対策室。2020年12月28日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療機能評価機構。 2020年12月28日閲覧 AB アクセス、徳島県鳴門病院2020年12月28日閲覧ありがとうございます